パンテオンはローマンコンクリートを使用した一例であるローマンコンクリートまたは古代コンクリートとはローマ帝国の時代に使用された建築材料セメントおよびポッツオーリのゴミと呼ばれる火山灰を主成分とした現代のコンクリートはカルシウム系バインダーを用いたポルトランドセメントであるが古代コンクリートはアルミニウム系バインダーを用いたジオポリマーに類似する ローマのコロッセオには古代コンクリートも使用されている。ローマ帝国滅亡後の中世ヨーロッパでは使われず、大型建築は石像が主流となった。現代のようなコンクリートが利用されるようになったのは産業革命後である。現代のポルトランドセメントはアルカリ性になる化学反応によって結合しているため、二酸化炭素の侵入による中性化や塩害で次第に強度を失っていく。 そのため、日本のコンクリート建造物の寿命は、およそ50年から100年程度と言われている。これに対して、古代コンクリートは、地殻中の堆積岩の生成機構と、同じジオポリマー反応によって結合して、計算ポリマーを形成するため、強度が数千年間保たれている。古代ローマ帝国遺跡を調査した東北大学、教授の久田誠は、火山灰を入れたことで、 コンクリートが緻密になり耐久性が増したと推測している。また不要になったレンガを細かく砕いて混ぜられていることから現代のコンクリート同様に骨材の再利用が行われていたと考えられる。北海道立総合研究機構北方建築総合研究所の谷口窓川は骨材に用いられた火山灰には劣化の原因となる二酸化炭素や塩分の染み込みを妨げ、 対応年数を長くする効果があると推測している。実際に火山灰を混ぜたコンクリートでは、通常のコンクリートに比べて二酸化炭素が、鉄筋に到達するまでの期間が約1.7倍、塩分が到達するまでの期間が約1.2倍にそれぞれ延長されることが、同機構の実験で証明されている。骨材に火山灰を用いる事例としては、 日本国内でも鹿児島大学の竹の若工事が九州南部の火山性堆積物であるシラスの有効活用のためにコンクリートの骨材に用いる研究をしている。鹿児島県霧島市に建設された丸尾滝橋では基礎部分にこのシラスコンクリートが採用され温泉の湯気、高温の地熱、共産性の土壌があるなどの過酷な環境にもかかわらず 設計上は少なくとも100年持つとされる。また、山口大学工学部池田公明予教授等が、地球温暖化防止と鉱物質廃棄物処理に貢献するとして、ジオポリマー技術の有用性を説いている。強度が高く、強度発生までの時間が短いため、軍事面での応用や研究も行われている。鉄道の枕木、下水管、滑走路や石造りの建築物の補修など、 広範囲の用途で試験的に使われ始めている。現代のコンクリートと同じく、片枠の中にコンクリートを打設する手法を取る。現代と違うのは、片枠内に流し込む前に骨材とモルタルを混ぜるのではなく、片枠内にまず骨材を投入してからモルタルを流し込み空気抜き及び締め固めを行う。このプロセスを繰り返して打ち継ぎをしていくことにより、 背の高いコンクリート壁、柱などを施行することができる。このモルタルと骨材の投入の順序について、モルタルを先に投入するという説もある。型枠の素材は、木材の場合と、石やレンガの場合があった。石やレンガを型枠として使った場合、それらは、コンクリート硬化後に取り外されることはなく、建造物と一体となって使用された。木製型枠の場合、 それらは取り外され、打ち放しのまま観光する場合と、表面にスタッコ塗りやトラバーチン、トゥファ、火山祭雪岩などの石張り仕上げが行われる場合があった。木製型枠は、主に天井のボールトブなどの思考で用いられた。石やレンガを型枠として使う場合、その積み方によりそれぞれ名称がついている。二つ以上の候補を用いた場合は、オプスミクストゥムと呼ばれることもあった。 ローマのパンテオンは、ローマンコンクリート建築として有名であり、内径43メートル、天窓の直径9メートルという巨大建築物である。BC25 年に創建された後火事で消失し、ハドリアヌステージ台に別の形で再建される。材質は単層のローマンコンクリートではなく、上に行くに従って、軽くなる6層構造である。基礎、業界岩と、 採石1階、業界岩と石灰岩の2種の採石2階、業界岩の採石とレンガ片に円外下部、レンガ兵円外中部、業界岩の採石とレンガ片に塩外上部、業界岩の採石と軽石ローマコンクリートを用いることで実現した次のような巨大建造物があるほか、古代ローマ各地のより小規模な建築物にもコンクリートが用いられていた。ありがとうございます。